はい、おはようございます。今から東京に行きたいなと思います。現在新大阪からね、向かうんですけども、今回はメンバーシップの人と飲み会に行くために、東京に向かうわけなんですけど、初日はまず Google に行って、でメンバーシップの人と会って、で最後は福島に、ね、行きたいなと思います。日本一周で行けてないのでね、行こうかなと思います。では行ってまいります。現在今嫁がお土産を買いに行っております。そこ見てない。カニとイクラ、うなぎ、かなこちゃん、まいか、うわぁ、ほんといかがでしょう。いる？いる。一口いる？一口言わず、二口探し。はい、東京に着きまして、現在は Google の本社のところまで来ましたということでね、今から会っていきたいなと思いますが、それまでちょっとセレクトショップにね、買い物というか一緒に嫁蔵と行ってました。ちょっと疲れてるんでしょうか。こんにちは。こんにちは。あ、嫁蔵さん、お願いします。すごい素敵 な, なんか帽子と見えてきた。これよかったら、なんかいつもすいません、はい、本当に袋がボロボロ、袋ボロボロ、あれですか、バームクーヘンですか。あ、そう、京都、嬉しい、ありがとうございます、はい、しかも京都のなんですか。嬉しい。ちょっと紙袋がね、ボロボロなんですよ。全然とんでもないです。動画撮ってるんですけど、顔は映さないようにしてるんですけどね、はい、これなんですか。え、どれですか。 YouTube の、あ、名刺ケース、あ、ラッカケース、これあれです、あの社員証です。へ、さすがやな。そうなんです。あ、個人情報って、はい、ちょっとちょっと、ごめんごめん。どうでしたか。いやー、楽しかったね。今日も T シャツとかいただきました。ありがとうございます。いつも楽しいよね、元気もらえるし、よかったです。明るいしね、なんかパワースポットみたいだよね。うん、明るくて、やのに発信ってか表舞台立たへん。そうずっとモザイクやし、ちょっと顔はーって言って君もそうやけどね、表舞台向いてる人ほど嫌がんねん。で、俺みたいに向いてないやつほどずっと顔出してね、お前はもうええっちゅうねん。嫁うつさんかいって言われてるんだよ。絶対嫌よ。ね。でも、明るいのは動画で伝わってるよ。あ、そう。で、どっちかって俺の方がいいんで、君の方が弱やから。あ、そう、うん、私も陰キャラよ。あ、そう、うん、じゃあいいんだな。うん、陰キャラ。ところで飯どうする。ちょっともう今サンドイッチいただいたから、そんなにめっちゃお腹は空いてない。そっか。じゃあ一旦ホテル行こうか。一旦ホテル行っちゃったらもう出なさそう。じゃあブラブラしようか。ささみ、うん、危ない。来た。絶対いつもそれ言う。ブラブラ。美味しい。うん、ファッファ。もっと。辛口とかがありますか。うん、どううまい。なんか柔らかい。柔らかい。皆様おはようございます。ホテルの変な壁からお送りしてるんですけどもね、なんかわけのわからん柄の前でお話しさせていただいておりますが、ですね、2日目になってるんですけど、今日ね、実は今もう1時なんですよ。で、午前中何しとったんっていうと、とにかく僕は仕事しました。彼女はないしだ、とにかくゴロゴロしました。でね、今からご飯食べに行きたいなと思うんですけど、ご飯はね、最近食べれてなかったラーメン食いたいなと思うんで、東京どこ行っても美味しいラーメン屋さんあるんですけど、たまたまホテルの近くにあったとこあるんで、そこに行きたいなと思います。本日の昼ご飯はこちら。東京で和歌山ラーメンを食べるのである。めっちゃいい匂いする。動画？あ、いただきます。うまい。やっぱ日本一美味しいよ。見えてる？ウーウェイがおる。ウーウェイだ。鼻テカテカ。買います。カバン購入？うん。ではホテルに帰ってきて、買い物終わりましたけどね、今からはメンバーシップの方と飲みに行きたいと思います。嫁蔵もね、来るということで、ほんまにマジで時間なかったな。
6時から飲み会で5時半にホテル出やなあかんのに帰ってきたの5時10分ということね。5時15分か。ささっと品川の待ち合わせまで行きたいなと思います。他にある？すいません、よろしくお願いします。今時間何時？今回は珍しく、余裕を持って5時52分ということでね、余裕を持ってさせていただきました。メンバーシップの飲み会はね、3ヶ月に1回やってるんですよ。だから3ヶ月に1回あのよくエンドロールで流れてくるでしょ、下にお名前書いてると思うんやけど、あの方々のおかげで僕動画制作できてるんで、ありがとうございますっていうところもそうやし、まあ、飲んでいろいろ喋っていこうかみたいなこともね、しますけども、まあ、中にはねすごいいい人もいてるんやけど、中には変な人もいてますけどねその変な人も今日は来ますけども、そんなことで会いたいなと思います。変な人はもう前々から入ってくれてる人もいてるし、いい人やけど前々から入ってくれてる人もいてるし、今回初めて会う人もいてるから、初めて会う人が変な人の可能性もあるんやけどもまあ変な人もね、まあ、いますけども、ね、いた、あ、あったお疲れ様です。1,2,3 いや絶対これで来るやろなと思ったから来ましたよ。あーどうもお久しぶりです。あどうも初めまして。でもちょっとテカリが違うな、やっぱり。テカリが違うね。本当ですか？テカリが偽物だ。やめてくださいよそれは関東飲み会いいですか？はい、じゃあ乾杯。簡単に自己紹介、最後のエンドロールの名前。スマハリキャンの逆に後ろ消しちゃう。SIあれ、あと、あ、これ当たった。あー漢字の A サップ君です。違うアカウントになってて、ジムニーベースっていうのが変わってます。ヨメゾウです。大阪から来ました。お願いします。人が多すぎてやばい。やばいっすよ。やばい、東京。新宿行ってきましたけど、うん、あ、そうなんだ。あ、一応今日新宿行ってました。あれ、原宿行くんですよね、新宿って。あ、違うか。あれ、新宿ってこと？めっちゃ緊張しますね。初めてね。そういうの行かないんですけど、大会はおすすめはできますから。人生で1回は行ってみる。ちょっとこれ麺の見やなあかんすね、そろそろ。あ、それいい、サイズ難しいじゃん。知らん。すげえ。充電が8%しかない。まあ、すげえだから、ミックスのオルタ限定。はい、最寄り駅、田町帰ってきました。お疲れ様でした。いや、もう一瞬過ぎましたね、時間が。マジで急だった。で、今回の初めてお会いした方も3人いてはって、2人はね、忘れてたとかいう人もいてました。忘れてはいい、家行ってますという人もいてれば、あと、出張で今沖縄行きますって。あれ、僕、出張で沖縄なんですって。まあ、そんなこともあったんですけどもね、それぐらい気軽な感じで参加しようかな、まあ、せんでもええかなぐらいのな、いいかなと思います。はい、ではね、もう喋りすぎてもう喉ガラガラやね、これ。ホテル帰ってちょっとゆっくりしましょう。はい、31、関西交差終点了解です。白川、白川、はい、おはようございます。ですね、3日目ということで、今現在福島県に来ております。で、福島県はね、なんで来たかというと、47都府県行ってないっていうところもそうなんやけど、それ以外にもね、あの震災の場所みたいんですよ。レンタカー借りてね、まあ、ニュースでは見たことあるけども、その後どうなってんやろうなっていうのってあるじゃないですか。だから、まあ、どうなってんのかなっていうのをちょっと見に行きたいなと思いますので、あのちょっとドキュメンタリーチャンネルに切り替わっていきますけどもね、ちょっとまあ皆さんも見ていただければなと思います。あ、ちなみにさっきラーメン行ってきました。なんかね、めちゃくちゃ人気のお店で、ホームっていうお店でね、よかったですけども、そんなことで行きます。はい、それでは到着しました。福島県の浪江町に来ました。周り見てもらったら分かるんですけど、何にもない。あの津波でね、流された後でも何にもなくて、唯一この小学校があるってことなんで、今ね、僕ら夫婦でここは見たいなって話ずっとしてたんですよね、うん、あの見ていきたいなと思います。はい、こちらが、津波の被害に遭った学校でございます。
この辺はね、そのまま残されているようですね。そして本来ここは多目的教室みたいな教室やったみたいでね、元の姿はこんな感じなんみたいなんですけども、今となってはこんな感じでもう何もなくなってますが、建物の、柱みたいなのが残ってますけども、まあ、ドアとかもそんなんとかも全く何もないですね。あ、椅子や、椅子の座面だけあるやん。はい、ということでね、見てきました、まあ、いろいろ感じることありましたよね。時計が止まってたりとかね、で、まあ、みんな頑張れって、ね、黒板とかに書いてたりとか、一人一人のエピソードが書いてたりとかしてね、で僕はもう非常になんか生で見るというか、うん、まあ、違うかったよね、テレビ越しじゃなくて。本当何もなかったね、周り。何にもなかった周りね、海で流されちゃって、うん、で、まあ、そんなこと言いながらね、あれから2時間ぐらいかけて福島市の方に戻ってきました。で、福島でね、どうせやったらお魚食べたいなっていうことでね、お魚といえばですよ、皆さん、そう、うちの嫁がですね、シースーの方がね、大好きなんですよね、はい、なのでお寿司をね、食べに行きたいなと思います。あ、こちらですね、ズドン、よし、ドドン、亀寿司。はい、いらっしゃいませ。柔らかい、柔らかい、うまい、この身が足りないかなと。イクラの代わりのアナゴです。はい、ありがとうございます。どうだ、マグロしかも赤身好きやもんな、うん、トロとかよりも油より身の方が好き。さあ、ウニの塩漬けです。ありがとうございま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 す。また緑とかやってるわ。クリスマスカラーだね。から醤油いかずに緑に、あ、コーチ。いいよ。うん。ま、あ、塩が効いてる。そのまま。うん。うん。はい、ということでいかがでしたでしょうか。美味しかったです。美味しかったですね。アナゴうまかったな。アナゴうまかったね。あ、僕はあのアナゴ重食べちゃいましたけど、ね、美味しかったから。美味しかったね。はい、で、まあ、ここからね、東京戻って明日はもう朝一で帰るだけなんで、もうここでエンディングしたいなと思うんですけども、今回東京旅いかがでしたでしょうか。そうですね、楽しかったなところですね。そういう時って何が楽しいとかってあんねん、大体。いや、ま、美味しい時も全部美味しかったじゃなくてさ、うん、まずメンバーシップのどみ会、のどみ会ね、初めましての人が3人そう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 、ね、いて、まあ楽しかった。なんかみんな、あの元々のさ、メンバーもいたじゃん、オンラインサロンとかの。はいはいはい、もう初期から入ってくれてる人も、そうそうそう、変わらず名前も知ってるしな。そうそうそう、何が好きかもしれない、その人らがさ。どんな服が好きとか、どんな系統が好きとかいう話も分かるけど、うん、まあ、やっぱりとんでもない人おったけどな。ああ、いいだな。
まあけどね、楽しかったなと思います、はい、まあ Google の本社の方も行かせてもらって、そこでね、僕直接会議させてもらったんですよ。いつもマネージャーとね月1で会議してるんですけど、あの今度こういう YouTube の新しいシステムできますよとかね。でそれを嫁と前々からね、何喋ってんのって聞いてたんですけども、あちょうど目の前で聞けるやんと思ってね、横で聞いてくれててんな、はい、あのちょっと難しかったんかな、ちょっと難しかったかな。でも難しくないけど。ちゃんと聞けた？うん、聞けた聞けた。途中気配消えてたけど。なんか一瞬だけ、一瞬だけね、一瞬だけね、ね、そういう時もあったけど。意識一瞬だけなんかどっか出た時もあったけど。あったけどもね。まあまあまあそんなことない。会議に参加できないかな。うん、発言はしてないけどね、全く。うんうん、いてるだけで、うん、おるやんそういうやつ会議でさ、うん、お前いてるだけやないかいみたいな。うん、でそんだけしてるやつ、うん、あれ君なんだよね。うん、そうそうそう。でまあそんなことでね、まあいろいろあったんですけど、やっぱり最後の福島、うん、小学校見て、さっきの寿司屋の、うん、大将さんも言ってたけど、うん、私も行きました言ってな、この春言ってたけど、やっぱこう実際自分で見てるとね、こうやってほんまにいろいろ生かされてるのってありがたいなっていうのは思うしな。でまあ人のためにやっぱ動いていかなあかんなっていうのをね、思いますよね。よく言ってるけども、才能を私物化するなって言ってるんですけどもね、嫁蔵にも意味わかるよね。うん、だからまあ人様のためにねやっていかなあかんなっていうところをね、ちょっとは考えたいなと僕も思いました。そんなずっとは考えられへんけど、忘れた頃ぐらいに頑張りたいなということでね、今回は東京の3泊4日旅ということでね、明日は帰りたいなと思いますので、この動画が出てるところは僕ら無事に帰れてますので、それではお別れしたいなと思います。で梅蔵さん最後よろしくお願いします。ということで3泊4日東京 Vlog でした。また別動画でお会いしましょう。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さっきはペコリです。あ、ペコリ。